はい、こんにちは。速稼塾のポータルサイトのご案内をさせていただきます。これが2020年の1月から3月までのポータルサイトですね。で、4月になったら4、5、6月分のポータルサイトがまた作られます。そして引き続き7、8、9というのもありますし、10、11月、12月というポータルサイトもできます。基本的に速稼塾っていうのは3ヶ月ターンでできるんですけど、ご利用いただけるんですけども、一度速稼塾に参加していただければ追加料金、追加手続きなしに自動的に、ずっとね、更新されます。特に追加料金が発生することはありません。で、速稼塾のポータルサイトなんですけども、どういうカテゴリーでできているかと言いますと、基本的にはですね、この一番左、隠居 TV って書いてますけども、これパート3までこの3ヶ月で来ちゃったんですけども、基本的に毎日更新でお届けしております。こういうふうなね、これは本日のものですけども、稼ぐための4つの道とかね、で、2分でわかる月収10万円転売術という形で、転売ですとか、アフィリエイトですとか、マルチラベルマーケティングとか、それから、FX もそうですけども、私基本的にネットビジネスというふうな括りで言うのが適当かどうかわかりませんけども、インターネットを使ったビジネスに関しましては、苦手分野がないんですね。一つずつ攻略してきましたんで、どれでもお伝えすることができるんですよ。ただ、インターネットビジネスをする人、したい人、もしくはインターネットじゃなくてもビジネスをするときにインターネットを利用したい方、どんな形で、どのぐらいの余剰資金と、どのぐらいの余剰時間があるのかみんな違いますんで、10波人からぎにこれをやったら皆さん通用しますよってものはないんですよ。ですからそういう意味では、お一人お一人がですね、個別にご相談いただいて、それに対して私がね、こういった全体動画なり、限定動画なりで回答していって、一つ一つ問題を解決していくお手伝いをね、しっかりと時間をかけてさせていただこうかなと思っております。で、こういうふうに下の方に伸びますと、基本的にこっちのね、コラムというやつですかね、こちらは毎日更新するんですけども、その時私が気になったことを私なりの解説でお届けしますんで、昨日でしたらね、森友問題とかがありますし、その前でしたら、こうやってね、今マスクが品薄だっていうんで、私がマスクをどんどんプレゼントする企画とかあるわけなんですよ。で、こっちの反対側は、その時に私が感じた、なんて言いますかね、儲かる話とかね、美味しい話とか怪しい話とかっていうのを、ちょっとね、お笑いを込みでさせていただいております。こういうふうなね、有名人出ていただいたりとか、私なりの稼ぎ方を紹介したりとかってありますよね。そういうコーナーがあって、次が FX 塾ですね。FX は正確に言うと私が直接指導するぐらいの力量があればいいんですけども、なかなかまだね、もうちょっと私の指導は待ってください。ただ毎日私 FX の動画更新をしてますので、リアルタイム、ほぼリアルタイムでね、朝昼晩という形で、もう朝は最低更新してますので、そちらの方をご覧いただければ、一日私が何を考えて FX をやってるのかってことがわかりますし、当然これ動画を見ていただければある程度勝つことができるんで、その中からなんで、そういうふうなね、勝ちに至ったのかってことを学習していただくような、そんなコースになってます。個別の質問ももちろん受け付けてますけども、特に FX 専門塾を速稼塾でやってるわけではありません。ただね、分かりやすく解説できてますんで、結構ね、勉強になるんじゃないかなと思うんですよ。手前味噌ですけども。で、正確には私の FX の先生のね、中丸トレーダーって方が速稼塾プレミアムっていう、これ別コースを設けてまして、私はそこの筆頭の生徒という形なんですよ。ですので私が多分ね、その速稼塾プレミアムというね、中丸トレーダーのFX 専門塾の方では、多分私が一番、FX を理解しているので、こういうふうな形でね、ちょっと私のエントリー方法をお伝えしてますけども、FX をがっつり学びたい方は、中丸トレーダーの方に、関わっていただければと思います。その際はまたね、ご案内します。多分ね、4月から、また新しいコース、中丸トレーダー始めるんじゃないかなと思いますんで、速稼塾の中でね、またご案内することができると思います。で、次ですね、YouTube 塾というやつですね。YouTube をビジネスに使ったり、YouTube で稼いでいくっていうことをね、目指してる方いっぱいいると思いますけど、私もチャンネル登録1万人を突破しまして、YouTube で稼いでる人間のね、いわゆる YouTuber の一人なわけなんですよ。で、速稼塾の中に入りますと、それぞれ皆さんが作った YouTube がね、どういうものなのかとか、どういうふうに、アクセスを取っていけばいいのかってことを私が、ご指導させていただいてるって形になります。結構ね、毎日動画を作んないといけないところもありますね。大変ですけどもね。で、番外編っていうのは、ちょっと前つばもので私が取り組んでいる、月利 50% から 120% みたいなね、今、レイナインっていうカジノのビジネスがあるんですけど、そちらの方に私が何もわからない状態から一歩一歩進めたものを皆さんにお見せしていって、さあ、このね、投資はどうなるのかってことをみんなで検証していくっていう、そんなコーナーですよね。で、もちろんこれ皆さんに参加を呼びかけるものではありません。私が、これは、
眉唾なんだけどどうかなってものを私がね自分の資金で飛び込んでみて、それを皆さんで見ていただいて、まあ、笑うか、もしくはあなんか儲かるみたいだから、あのもうちょっと話聞きたいなってことで、もしかしたら、参加の権利も与えられるかもしれませんけど、とりあえずね私が人柱になっていろんなビジネスに挑戦しているコーナーです。次はネクストって言いまして、これはね、ネットワークビジネスのサポートをしているコーナーなんですよね。まあ、以前 J コスメっていうのがあったんですけども、こっちの方は J コスメが終わって、次今ネクストっていうコーナーになってるんですけども、これね、J コスメネクストっていう特定のマルチレベルマーケティングのサポートの名を借りて、私、あのネットワークビジネスのね、あの必勝法を皆さんにお届けしてるわけなんですよ。まあ、必勝法があるってことは、やっても勝てない人はやらないでねっていうのもあるんですよ。で、必勝法を扱える人だけに、まあお伝えしているって形ですんで、まあね、お金の使い方とかがね難しい方とか情報を取ることが苦手な方に関しましては必勝法を渡すことができないんで、まあ参加せずに見てるだけという形になると思います。ただね、やっぱこういろいろと分かってきた時に、 あなただったら勝てるようになったから参加してみたらっていうことは、まあ、なきにしもあらずかなと思います。それはまた細かくお話していこうかと思います。その他ですね、数々のコーナーありますけども、そうですね。あとこの特典ってとこ行ってみましょうか。特典ってところでは、今までの2018年、まあ、そっかじか2013年からなんですけども、今の形になってね、3ヶ月更新で、ポータルサイトを作ったりとか、毎日毎日、今お話したようなね、専門的な分野に分けて皆さんにお届けするような形になったのは2018年からなんですよね。それまではあの一括したカリキュラムも全員に送っていたって形なんで、やっぱついてこれない人って多かったわけなんですよ。でも今回はあの基本的には毎日更新するんですけども、一人一人個別にですね、問題解決していくような、まあ、余裕が取れましたんで、私も今24時間暇ですから、だから皆さん一人一人のために動画更新をしていく、個別でやっていくってことが、まあ、できるようになったわけですよね。そちらの方に結構力を入れております。まあ、ですんでね、分からないこととかつまずいていることとか、これから始めてみようかなと不安な気持ちとか全部私の方でね汲み取っていただいて、あとね、特定のビジネスに参加したいんだけども、これはどう思いますっていうふうな評価をもしねいただけましたら、似たようなビジネスしてる方の知り合いも多いっていうかね、多分大抵の多くの方がね、情報商材と言われるものとか投資のなんかツールみたいなのを見つけたら、多分私の知り合いがやってるものばっかりなんで、まあ個別具体的にどういうものなのかってことを伝えできるってこともあります。1月から3月4月頃、それでね、特典の中でいろいろあるんですけども、これね、人気なのがこの外食しながら稼げるサイトとか、あとは精神を鍛えるためのプログラムとかね、速稼塾ファイナルといって、まあ、2017年に、まあ、結構ね濃い、コンテンツを222日連続で毎日 2,3 時間希望者にお届けしたのがあったんですよ。これが69万円の半年コースだったんですけども、まあ、この中からね、月収1000万みたいなのも出てきて、私自身びっくりしたことがあるんですけども、まあ、今で独立してやってる方ばっかりですね、このファイナルに参加した方は。ただスパルタだったんで、結構ね、参加希望者の中の9割はちょっとご参加を遠慮いただいたっていう前提があります。要するに上級者向けだったんですよね。で、その内容もここで公開してるってことです。それから自己アフィリエイトっていう、2013年から始めてる速稼塾のもう必須プランですね。自己アフィリエイトマスターしてください。それが第一歩になりますみたいなところも、ここをクリックしていただくと分かりやすくなってるということでございます。まだまだお伝えしたいことがあるんですけども、もうだいぶね、8分9分喋りましたんで、一旦この辺にさせていただいて、まあ、ご検討いただければと思います。それでは、失礼します。速稼塾の久保でした。